きりきり旅に見えないように、今はね、草履履いて旅に見えるのとお呼ばれするとき早めですので、お仕事の時はちょっと1センチぐらいか、ちょっと短めに、あんまり短くてくるぶしぐらいまでだとちょっとあんまりだから、ちょっと1センチぐらいのところがいいと思います。左脇線確かめながら右腰骨いっぱいまで持ってきます。この時この左脇線がね、ちょうど立った時この辺に来るようになってくるといいと思います。右腰骨いっぱいまで持ってきますね。そしてこれをずっと引きますけど、そうすると後ろが切れなるんです。後ろ切れなりましたら、ここでほら切れなるでしょ、ね、引いて、はい、そしたらここで静かに開いて、ここまでまっすぐ持ってきます。右手まっすぐ足らずぐらい、ここから 7,8 センチぐーっと上げてあります。この脇線がね、大体ね、自分の旅の中心ぐらいまで来るぐらいまで思い切って巻き込んでください。はい、左肘でガッチリ挟んで、シワだけ、ここのシワだけ、このシワだけ上げて、ここで上前を重ねます。はい、上前重ねますけど、足の甲に乗っけるようにして重ねます。これ床から大体ね、つま先、この角ありますね、つま先でね、そこが大体5センチぐらい、こう床から、足の甲からですと3センチぐらい。右手での襟先持ちましたら、左手下前の宮つく力から手を入れて、下前の襟先をしごいて、その時しごく時ね、右手まっすぐ、左手こう斜めに、そうするとね、後ろから見た時裾すぼまりのこういう格好になりますので、必ずこういうふうにしてしごきます。脇線確かめながら宮つく力から手を入れて、下前の襟先ありますよね、しごきます。そして一旦左手を出して、面倒でも右手の手首で持ち帰り、こう手首で、この手首絶対離さないでください。そしてシワ、このシワを前も後ろもきれいに上に上げてあります。そしてここでベンド、中心持ちまして待ってる、こうやって持ってきますとこの手使えるでしょう、うん、この手を動かすと崩れてきますので、後ろはちょっと上げ気味にして、そしてね、紐とか腰紐っていうのは、ここから後ろまではギリギリ締めても痛くないんです。ここから前を締めるとね、皆さん窮屈だ、着物着ると何も食べれないっておっしゃるのは、こちらを締めるからなんです。だからですから、必ずここから後ろだけを締めて、前はきつくしないです。これを覚えてください。よくほら着物脱いだ時こさしわ寄って、美容師さんに行って着せてもらったらこさしわあったっけなんて言ってるでしょう。あれはここから前を締めるから苦しいんです。